はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ホラーゲームがなんだかんだで好きなマリモです。ではですね、2回目の月下のレクイエムやっていきたいと思います。まあ、今ホラーゲーム好きと言いましたが、これなんかね、この場面だとホラーな雰囲気あるんだけど、実際にまだ前回は少ししか動かしてないので、どんな雰囲気かまだつかみきれてないんでね、今後どういうゲームだかやってって楽しんでいきたいと思います。では前回の続きからね。はい、じゃあ前回の続きです。神聖なるオーダリアの森というところでなんですが、まあまだね、本当に全然やってなかったので、左の方に行ったらボスっぽいのがいたので、とりあえずこのまま右か下に行きたいと思います。今下があったね。あれでも下何もないですよね。マップ見た感じ、あ、下ってこれだけでもう下の方に出るんだ。はい、じゃあ行きましょう。おっと、なんか早速怖いのがあるな。はい、遠距離。もう一発。はい、というわけで、遠距離でやってくる相手には遠距離でね、しっかり倒していきたいですね。こいつはちょっと硬いやつなのかな？なんだろう、これ。なんかありそうだけどね。なんだろう。さて、これ、おそらくそこの右の壁壊せるんじゃないかな？やっぱり。おー、体力増えるぞ。おーし、これで少しまた増えた。この手のゲームはね、どんだけ体力あるかで、だいぶ、違ってくると思う。あれ？毒受けた？嘘。あ、これ、毒？ちょっと待って、毒、ずっと受けてるじゃん。あ、しまった。これジャンプしなくて良さそう。これ毒どうすんだろう。回復できないのかな？で、ここも回転してもダメか。いや、怖い怖い怖い。よいしょ。あれ、どうすりゃいいの？こいつは。チャージが終わんない。投げてくる瞬間叩くとか、そういうこと？まあ、いや、じゃあ、ちょっと行っちゃおう。毒によって体力がだいぶバレちゃったな。まだ減ってるっぽいですしね、なんか。お、よかった、敵じゃなかった。あんたに用はないよ。どっか行っちゃえ、このタンコナス。ひどいな。なんかイベントで来るんでしょうね、きっと。さあ、どうしようかな。ジャンプ切りもね、できるみたいだけど、どうしようかな。下行ってみましょうかね。普通に宝箱だった。おお、ポイントがすごい手に入ったな。ちょっとね、体力さっきの毒でだいぶ減っちゃってるから、回復したいな。これ人段ジャンプじゃ登れない？よし。今いい感じに遠距離攻撃使っててよかったですね。はい、じゃあ次。おっと、危ねえ。おっと、あー、くそ、食らっちゃったか。嘘。あー、やられた。マジか、力尽きた。どっからなの？リトライ。ちょっと待ってくださいね。わ、やり直した。あー、じゃあ、さっきのとこまで、なんとか頑張って戻ってきますか。はい、じゃあ戻ってきましたよ。今度はドック食らってないから、体力の方は十分残ってます。おっと、でも怖い。よし、近寄ってきてくれたおかげで処理が楽でしたね、今。よっしょー。はい、とりあえず処理しました。あ、やべ、追いつかないで。で、これはうまくジャンプ切りで倒して、ここら辺とかは特に何もない。こういうね、とことか怪しいなと思っちゃうんだけど、ちょっと勘ぐりすぎかな。さて、マップを見ると、上はでももうないのかな、ここのマップは。一応行ってみましょうか。多分ね、戻る道だからローリングでくぐれないかね、さすがに。じゃあちょっととりあえずこちらへ。あれ？今、そこに隠れてっちゃったけど。あっと、しまった。囲まれてる。囲まれてるのはまずい。これなんだかんだで接触しただけでもダメなのかな。よいしょ。で、さっき。あ、宝箱があったね。いや、敵が教えてくれたような感じですね。さあ、体力がね、だいぶなくなってきちゃったから。おっと？なんかいる？
あ、上の方にいたんだ。よし、そういったやつはこうやって処理できるから、よし。さあ、なんか左側から来たけど、まあ、いっか。お、回復セーブ来た。いやー、結構ね、難しいは難しいのかな、もしかしたら。さあ、じゃあ、ちょっとセーブしたところで気になったんだけど、あ、やっぱローリングじゃここは取れないか。なんか、手段があるんでしょうね、きっとね。多分アイテムがそろそろ。ん?ボス戦っぽかったですね。おー、なんか虫みたいなのが。虫だった。悪魔中だって。さあ、ロックマンの時もそうだったけど、ボス戦はしっかり動きを見とかないとですね。おっと?危ねえ危ねえ。これ遠距離で削れるんじゃないか?もしかして。危ねえ。よいしょ。敵の攻撃が来そうかなって思ったところで、遠距離にすればいいか。おっと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 、さっきの毒っぽいから、あんまり。あ、やばい、毒受けちゃった、やっぱり。ここはね、もう回復アイテムはちゃんと使ってた方が良さそうかな。とはいえ、できる限りは使わずに行きたいのは確か、オープンの。さあ、体力が最大値の半分くらいまで減ってますが、もうこれはいけるな。よし、打ち取ったり。あ、なんか砕けた。石器か?それとも灰になるとか?さあ、この先に多分なんかあるんじゃないかな。話す。ごほ。すいません、どちら様でしょうか。なるほど、カホというのですか。珍しい名前だ。これ主人公喋んないんですよね。アスコーンとお呼びください。この国の置かれている状況をあなたはきっと知らないでしょうね。ごほ。女王を探す目的でここまで来られたということですか。これからカースト王国へ向かうならくれぐれも気をつけて。身の毛もよだつほど恐ろしいものが全てを飲み込んでしまったのです。この聖なる森はその恐怖から逃れた数少ない場所ですと。あれってことはこれ進んじゃうと次のステージって感じなのかな。最初の動画で出会った大きな株みたいなモンスターに戦ってないんだけど、でも戻れないもんな。セーブポイントがこの先にありますかね。セーブなかったら困るな。さあ、カルストの街に来ましたよと。あれ、セーブのベルは?あ、あったあった。よかったよかった。はい、というわけでセーブ完了しまして、時間的にはね、まだ短いんですけど、じゃあ2回目の動画はこちらで以上とさせていただきます。雰囲気がね、だんだんちょっと怖くなってきそうなとこまで来ましたね。すぐそこにキャラクターもいるんですが、まあ、次回お楽しみということで。では皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また続けて応援してくださると嬉しいです。次回の動画お待ちください。では、バイバイ。